ございます。3月1日になってしまいました。まあ2月の締めも終わってですね、まあまあというところかなと思います。まあまあというってことは何かというと、まあ売り上げがってことですけどね、まあ、まずそこができて、ああ自分もビジネスマンとして生き残ることができたかなっていうところですよね。まあこれがですね、自分の求めている売り上げの半分とかね、まあそんなことになっちゃってると、一体何をやってたんだろうと、今までの歩みは何だったんだろうかなって思っちゃうと思うんですよね。現在3月1日の5時24分ですけども、まだね、いや目が覚めてないところですね、これからもまだまだ頑張らないといけないですね。で、やっぱりこう私がね、これからオンライン焼肉っていうのもやって、まあ吉谷さんもなんか勤務研究所みたいなのやったらしいんですけども、まあ、人が集まる場を作るっていうのは、なかなかね、誰しもができることではなくて、まずやってみようと思わないんですよね。これ前回もお話ししましたけども、やってみようと思うか思わないか、できると思うか思わないか、まず自分が思うか思わないかで多くの人は振り落とされていきます。およそ9割ぐらいの人は、やらないでしょ、どうせっていう風な頭言葉でね、枕言葉でやらないでしょ。でやってみようかなと、できるかもしれないなと思った人は、どうやったらそれが実現するかなってことを学ぶんですよね。学んでみて、よしそういうことなのかと思って試してみると、この3ステップがあるってことはお話ししましたけども、まあ、多分多くの人がこの3ステップそんなに否定しないと思うんですよ。でも残念ながら、その道に行ってみようと思って学ぶ人っていうのがほとんどいなくって、学んだけどやってみるっていうのがもっと少ないっていうのが現状じゃないかなと思うんですよ。じゃあね、こうやってオンライン焼肉とか勤務期研究所ってありますけども、まあ、世の中にはたくさんのね、オンラインなんとかってあるわけですよ。オンライン飲み会をはじめとして、オンラインお花見もあるかもしれませんし、今度はオンラインお見合いとかね、オンライン挙式とかあるかもしれませんけども、ただね、それをね、やってみようかなって思う人どのくらいいるかなと、じゃあどんなテーマで人を集めてみようかなっていうことですよね。じゃあどんなテーマをやるんですよってことをオンラインなんとかでやろうとするとね、 Zoom とかでやろうとすると、その前段階としては YouTube がやっぱり適してんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今度私ね、昭和40年代50年代を語ろうみたいな、そんなグループ、昭和40年代男っていうね、そういう風なね、 Zoom もやってみようかなと思うんですけども、じゃあそうなると、普段からそういう発信してないといけないですよね。そういう発信してない人がいきなり Zoom で URL 作ったところでどなたもいらっしゃらないと思うんですよ。まあですんで、普段の暮らしがものすごく大事だなということでございます。だから普段ね、お金のことにあんまりフォーカスせずに、まあお金には困ってるけども本気で困ってないと。だって本気で困ってたら解決に向かうでしょ。お金には困ってるけども、もうね、打たれるがままになってるわけですよ。誰かどうにかしてくれないかなとかね、補助金出ないかなとか、そうではないと、じゃあ自力で1円でもいいから稼いでいこうっていう風な形で、本当に1円稼ぐかどうかだと思うんですよ。どんな1億円でもね、1円も積み上げでできてますからね。まあある人が言われてますけども、日本国民全員から1円ずつもらう、それで1億円ダメって言ってますけども、もうまさにね、そういう風な小さな動き、1円をつかみ取る、その手の動きが大事だと思うんですよ。でその向こうにね、1円が10円になり、10円が1000円になり、1000円が1万円になるというふうな段階があると思うんですけども、いきなり1億円にならないかなとかね、いきなり300万円の借金がいきなり消えないかなと思うわけですよね。300万の借金のうち3万円でも消えたらいいじゃないですかっていうことで、3万円を作りに行くかどうかっていうところにかかってくるのかなと思います。まあ、私もそうですけども、本当に小さなところからですよ。金麦研究所とかね、オンライン焼肉会みたいな小さなアクション、そこから全てが始まっていると思います。私のこのね、所得とかこの暮らしっていうのもセルフバックから始まってますからね。誰でもできるカードを作るというね、セルフバック、これできない人いますかね。少なくともその作業はできるじゃないですか。その後の私の行動っていうのも特別私しかできないってことはないんですよ。誰でもできることを積み重ねていって、誰もできないところまで来たっていうことだと思うんですよね。誰でもできることを積み重ねて、誰もができないところまで来たということですかね。いってらっしゃい。